ハロー、ベルディ、東京ベルディトライアスロンチームの江田芳子です。はい、今回はリクエストいただきました。トライアスリートの練習時間について教えてくださいとコメントをいただきましたので、今日はそれについてお話ししていきたいと思います。はい。まあ、リクエストがありましたらコメントいただけるととても嬉しいので、ぜひコメントお待ちしております。あとチャンネル登録ももう少しで700人になりそうなので、ぜひそちらもまだの方はよろしくお願いします。はい。まあ、私は、まあ、エリートとして、まあ、トライアスロンをやっているので、まあ、エイジグループの皆さんは、まあ、仕事とかをされながら、やっぱりトライアスロンをやられていると思うので、まあ、少し参考にする程度で、まあ、全部が全部当てはまってるわけではないと思いますので、参考にしていただけたらと思います。はい。まあ、練習内容として、まず意識しているのは、まあ、一日3種目すべてを、まあ、行おうっていうふうに考えています。まあ、その割合は曜日ごとによって違うんですけれども、まあ、できるだけ3種目。まあ、バイクが長かった日は、まあ、スイムとランの強度を落としたり、距離を落としたりはしているんですけれども、一日3種目練習をしています。はい。まあ、あとは、まあ、週1回オフとして週6日練習をしています。で、まあ、内容は普段は朝水泳をしてそのままランをして、まあ、移動の自転車と、まあ、バイク練習をプラスしてやっていたりします。あとは、まあ、土日はセッション東京ベルディのセッションがあるので、まあ、会員さんとともに、まあ、その日の練習に取り組んだりしています。はい。まあ、あとは、できるだけ、まあ、強度ってよりかは、自分の中では量をどんどん増やしていきたいなっていうふうに思っています。強度を高めて練習する方もいるんですけれども、まあ、自分の場合は、なんか、こう総合的に、こう、量とか、例えば距離をやっても、持つ体を作っていきたいなっていうふうに思っています。それにはやっぱり、まあ大まかに言うと体力面が必要となるので、まあ、それを、まあ今の段階では意識して、こう、例えば20キロ走れるのを25キロにしようとか30キロにしようとか、まあ、それをスイムでもバイクでもランでもそれぞれちょっと意識しながら、まあ、課題を持って取り組んでいます。はい。あとは最近すんごい暑いと思うので、まあ、そういった時はこう日中、まあ、やっぱり冬場とか走りやすい時期と比べたら走り出るかって言ったら難しいと思うので、それをこうちょっと朝の涼しい時間帯に走ったりとか、まあそれで量を減らした分夕方の涼しい時に走ろうとか、はい、もう無理をしない程度に心がけています。はい、そんな感じです。まあでも練習をしっかりして回復させて、まあ、しっかりご飯食べて次の日の練習をできるように、まあ1週間をこう余裕を持って継続できる練習方法を、まあ、探ってやっています。まあ単体のスポーツだったらわからないんですけれども、トライアスロンであれば人それぞれこう得意不得意もタイプも違うと思いますので、ぜひ参考程度になんか練習に取り組んでいただけたらいいなっていうふうに思います。はい。チャンネル登録、いいねをよろしくお願いします。リクエストがありましたらコメントをよろしくお願いします。はい。パーソナルレッスンやっています。概要欄見てください。はい。それではまた会いましょう。